どうも、堀内です。今回はポーカースタジアムについてです。動画の内容は、ゲームの内容の紹介と、実際にプレイしてきました。実践動画と、D から A まで、クラス別のデータの考察と、ポーカーのハンドランク、有料ソフトを使って調べた、アンティアリの参加ハンドの紹介です。ポーカースタジアムは、2020年1月22日に稼働を開始した、バンダイナムコのアミューズメント、アーケード用ポーカーゲームで全国のプレイヤーと対戦可能です。バナパスポートカードやアイミーカードを使うと成績を保存することができます。日本ではポーカーというと手札を5枚使って遊ぶドローポーカーをイメージされる方も多いのですが、ドラゴンクエストのカジノとかゲームセンターのメダルコーナーに置いてあるポーカーゲームは世界的にはマイナーでテキサスホールデムが人気になっています。ルールはシンプルです。2枚の手札と5枚の共通カードで役を作り、最後に最も強い役を持っていた人の勝利です。ポーカーは知力と駆け引きで戦う究極のマインドスポーツです。監修はプロポーカープレイヤーの木原直也さんです。ポーカースタジアムではプレイモード選択、チップ購入、持ち時間の購入などにクレジットを消費して購入するプレイポイントが必要です。ゲーム開始時に所持している6000のチップを1万5000まで増やすことができれば、次のゲームを無料でプレイすることができます。プレイヤーにはチップの他に持ち時間が設定されていて、プレイヤーの各ラウンドの行動で消費するほか、手札が配られる際にも4秒消費します。ゲームを勝つか、オールインした相手に勝利して、相手のチップをゼロにするか、チップを1万5000まで増やして勝ち抜けると持ち時間が増えます。持ち時間がなくなった場合にゲームを継続するには、プレイポイントを消費して持ち時間の購入が必要です。ポーカースタジアムを実際にプレイしたんですが、最新のグラフィックで本当にこう大画面のモニターで、まるで本物のポーカーテーブルに座って、対戦相手と向かい合っているような臨場感を味わいました。プリフロップで配られたカードの下に、今の手役の強さの格闘ゲームのゲージのようなものが表示され、強ければ強いほど色が変化し赤色系になっていくという視覚的に分かりやすい機能がついています。テキサスホールデムに慣れていないプレイヤーの方にとってはハンドの強さの目安になると思います。テキサスホールデムのハンドはハイカード同士の組み合わせやホールカードで作られているワンペアの勝率が高くなります。ヘッズアップでのランダムハンドに対する勝率の高いハンドを紹介します。ハンドで一番強いのが AA で 85.3% です。その次は KK99JJ.9988 とポケットが続きます。その次が AK スーテッド77、A スクイーンスーテッドになっています。注意したいのがオールインになった時にヘッズアップと多人数ではハンドの勝率が変化します。ヘッズアップでは単純にポケットやハイカードが強いのですが、多人数ではクイーンジャックスーテッドやテンジャックスーテッドなど連続している同じ絵柄のハンドの勝率が上がります。ポーカー AI のスノーウィーというソフトで有料機能を使ってアンティアリのレンジを調べたのでこの動画に貼っておきます。調べた設定が30ビッグブラインド持ちのアンティがビッグブラインドに対して 12.5% の設定で、霊気が 5% で 1.5BB キャップのレンジです。ポーカースタジアムの場合は、ブラインドが100、200で、アンティが100なので、レンジはもっと広がります。あくまでこれは参加するハンドの目安で、ゲームセンターのプレイヤーの全体的な特徴としては、とてもルーズでハンドレンジが広いので、ある程度強いハンドで大胆にオールインするのが効果的です。過度なブラフは控えた方がいいです。2020年7月のクラス別の平均プレイデータがあります。上位の S ランクに近づくほど、ベットやレイズが増え、参加率が減っています。参加した時に、ショーダウンまで行く割合が減って、ショーダウンした時の勝率が高くなっています。参加率が S ランクは 39.2% なんですが、通常のアンティーナシの6人プレイだと 20% 前半になることが多いです。アンティーの比率が高いので、ゲームに参加することが正当化されて、ポットに参加しやすく、楽しみやすくなっていると思います。よかったら、プレイの参考にしてみてください。実際にプレイをしてきましたので、動画の方をどうぞ。
というわけでね、今ねゲームセンターの方に向かっております。100に100のアンティ100だからかなり参加率も高めになるんだけど、プレイヤーがものすごくルーズだから純粋にハイカードのオールインが強い気がするな。ポーカースタジオもねすごく流行ってくれて、このテキサスホールデムをねプレイする人口が増えたらね、まあ嬉しいなとは思うんですけど、麻雀ファイトクラブとかはもう台数すごく多いんだけどね、やっぱ麻雀とポーカーだとやっぱまだまだの麻雀の方がねプレイヤー人口多いなっていう感じますね。前々からね、あのポーカースタジオもね動画にしようかなどうかなってこう悩んでたんですけど、あの横澤さんがね案件でね、あのバンダイナムコから、受けていて、まあ、動画アップされていたということで、まあ、出すんだったら、まあ、このタイミングがちょうどいいかなと思いました。ポーカースタジオも無事に、ゲームセンターにやってまいりました。早速、実戦の方をやっていきたいと思います。こちら、仙台のセガステーションさんにお邪魔しているんですけど、ポーカースタジアムが、3台置いてありました。ルール説明や攻略法などねお伝えしていきたいと思います。世界の横澤動画公開記念、メイクセンス実装とね書いてあります。カードを作って成績を記録するみたいなので、とりあえずカードを作りたいと思います。今ね朝の10時過ぎでね、開店してすぐ来たのでお店の方は比較的空いております。どこでカードを作るのか分かりません。こちらの方で、カードを作ることができるみたいです。このカードでいいのかな。100円しか入んないんで了解します。これかな。で、カード、購入できました。これを使ってプレイすると成績を記録することができるみたいです。名前を入力してください。名前は、じゃあ堀内。ホールデムポーカーのルールを説明します。テキサスホールデムでは2枚の手札と5枚の共通カードの組み合わせで役を作ります。早速、全国対戦の方で、ね、やっていきたいと思います。100人のアンカーこれでどうだ。ダンスの中にこれでどうだ。ジャックスオリンピック、ねえねえって、なるほどね。派手に決めるぜ。はい、来ました。ジャックスでオリンしました。先住者で、キングスで決めてみちゃった。これで、いや、速攻解けましたから。来た。来たでオレします。これね、あの演出がすごいですよ。これめっちゃ派手、これ本当に。最後どうだね。オレ。だからこうなんだよ。すごい乱打戦がすごいやから。でももういるのかな。あ、全然勝ってる。全然勝ってる。78%あります。これでどうだ。あ、抜けました。でチップ増えました。88、ハンド強いのさっきから。いいよ。でしょ。これオールインだね。88で、オールインしました。抜けました。フルハウスで勝ちましたね。88。はい、勝ちました。今ねノックアウトボーナスというのをいただいて、ランクアップしましたね。6000持ちから3万1400でフィニッシュです。継続。皆さんもね、よかったらね、こちらの方へ、ポーカースタジアムの方遊んでみてください。またのお越しをお待ちしております。はい、それではご視聴ありがとうございました。では、皆さんまたお会いしましょう。